第42弾。人に言えない黒い過去。奥様にもあるでしょ。人には絶対に言えない、墓場まで持っていくつもり。だけど誰かに言ってみたい。言ってすっきりしましょう。煽り、説教禁止。嵐は、しっかりスルーしましょう。2018年10月11日、レス番号149、夫との出会い。黒いかどうかは微妙だけど、夫との出会いが、急にチャンネルの女神板なこと。20代の頃、若気の至りで半裸を晒して、女神板でコテハンやってた。スレで構ってくれてたお取り巻きの中の一人と、個別でメールを始めたら、考え方も趣味思考もとてもよく似てて、ちょっと良いなと思ってしまって、1対1でオフ会をした。付き合うとかやるとかじゃなく友達になるだけだから、と強く言い含めておいたので、初回は何もなし。普通の交際みたいに数回デートを踏んでからそういう仲になり、その後結婚。女神板以外に接点がないので、出会いの経緯は完全に捏造。駅で私がハンカチを落として、すれ違いざまに拾ってくれた彼と、お礼にお茶でも、となったということにしている。ジョークのつもりだけどみんな大人だから、そんなドラマみたいなことがあるんだね。と、真に受けたふりをしてくれる。自慢じゃないが、夫は誰に紹介しても、良い人捕まえたね。と言われるような人だ。内面的にも、これほど気が合う人は世の中に他にいない、と思えるくらい最高の相手。女神行為は若気の至りだけど、これがなけりゃ夫とは出会っていなかったので、全く後悔はしてない。2チャンネルが一時壊滅状態になったり、その後5チャンネルに変わったりした時は、一抹の寂しさがあった。出会いの思い出の場所が消えてしまったみたいでね。私は、未だに5チャンネルやオープンの騎乗板に入り浸っているが、夫は足を洗って、今ではネットフリックスに夢中の普通のおっさんです。2018年10月19日、レス番号154、祖父。昨年祖父が亡くなったんだけど、実は祖父のことあんまり好きじゃなかった。激しくはないけど、やたら体に触りたがり、太もも触ったりベタベタすることが多く、小学生の頃痴漢被害を受けたこともあり、それを思い出して気持ち悪かったから。祖父に癌が見つかった時は母も祖母も悲しんだし、泣く親たちを知った鼓舞したり励ましてた。亡くなった今も祖母は落ち込んでいるけど、実は内心、もう祖父のセクハラを受けなくて済むとほっとしてるなんて、言えない。2018年10月19日、レス番号158、八股。夫と付き合ってる時八股してた。妊娠したって言って、他の7人から20万ずつ取って夫と出来婚。2018年10月29日、レス番号159、ドラゴンボール。思春期だった頃、悟空のチンコが見たくてドラゴンボール一巻買った。そして、悟空が青年期に入ると興味を失った。誰にも言えない。2018年10月29日、レス番号160、義母の介護。認知症の義母を介護していた時、あまりに言うことを聞かずわがまま放題だった義母を、叩いたりしていた。叩いた時はラーラー騒ぐけど、すぐ忘れる。一度叩いたら歯止めが効かなくなり、カッとなった時は手が出た。それでも自分はよくやった。頑張った。と思っている。お疲れ様。認知症の介護辛いよね。泥棒は疑われるわ、粗相されるわ、本人はペロッとしてるわでさ。昼夜逆転と徘徊が特に辛かった思い出。正直私も叩いたことあるもの、辛すぎて無理だった。頭はあれでも体が普通だから本当にきついよね。よく頑張ったよ。2018年10月31日、レス番号163、旦那の元カノ。旦那の元カノの SNS をチェックして、その人の行きつけの店を把握。自分もそこに通って元カノと顔見知りになった。常連仲間で日帰り旅行したこともある。二人だけで遊んだことはない。今はその店もなくなり、それぞれ結婚出産、転勤もあり、自然消滅。彼女に旦那の話をしたこともないし、旦那に彼女の話をしたこともない。嫉妬心があったのかもよくわからないし、謎だけど、墓場まで持ってく。2018年11月10日、レス番号164、連絡した理由。大学生の時、同じ大学で同い年の初彼氏ができた。新入生イベントで知り合ったけど、学部が違うのでキャンパスは全く別の場所。でも、お金にだらしないところやマザコン気味なところ、私をママ扱いして、当たり前のようにタオパンパを要求してくるところなどに冷めて、別れ話をした。その途端、私ちゃんは僕と結婚するんだ。別れるなんてありえない。と泣きわめかれ発狂され、話し合いは決裂した。着信が100件超えた。泣き言や説得や演奏のメールが昼夜問わず届いた。メールにやたらと純な君がうんたらとか、純真とか清純とか書いてあるから、純がゲシタルと崩壊した。どうしたら別れてくれるんだろう、と涙が出た。
私の周りの子たちは、茶髪で化粧も派手で陽気な子が多かったのだけど、私は黒髪で化粧も地味で、比較的おとなしかった。それが類稀なる純な子に見えたらしくて、一目惚れされたのが最初だった。髪を染めてないのは、高校時代に学祭でヘアマニキュアを使い茶髪にしてみたところ、似合ってない、黒髪が一番似合う。と長年片思いしてた人に言われたから。化粧が地味なのは、目がでかくてまつげが無駄に長いため、ちょっとでも盛ると凄まじい眼力になってしまうから。彼氏と付き合ったきっかけも、さっきのずっと片思いしていた人に高校卒業式で告白して玉砕し、憔悴状態だった時にたまたま告白してきたから OK しただけ。おとなしかったのはただ単に落ち込んでたから。順々うるさいメールに恐怖すら感じながら読んで、この人、私に純ファンタジー抱きすぎだろ、と思うと同時に、じゃあ彼の言うところの純じゃなくなれば別れてくれるのでは?とふと思った。話は変わるけれども、私はその頃居酒屋でアルバイトしていた。そこで、東京03の角田さん2のサラリーマン、A さんからお名刺をいただいたばかりだった。その経緯も、周りのご友人さんたちが、ねえねえ、お姉さん。こいつ、お姉さんのこと可愛いって言ってるんすよ。おい、お前、番号渡せよ。いや、あの、これ、名刺に電話番号を書く。自分、と言います。あ、どうも。友人たち大笑い、A さん顔真っ赤、みたいな感じ。もらった時は全く連絡するつもりなかったけど、早々に他の人、しかも、同じくらいの年代じゃなく明らかなおっさんに乗り換えたと知ったら、きっと純な私に幻想を抱いてる彼氏は勝手に幻滅してくれるんでは?と思った。だから A さんと一度お食事でもして、ツーショット写真をゲットして、それを彼氏に送りつけてやろうと思ったんだよね。もちろん A さんと付き合う気は全くない。ということで、A さんにお久しぶりです。お元気ですか?と電話したら激しく拒られたけど、とりあえず SNS でメルアド送るのでお話ししましょう、みたいな流れになった。私は A さんを30代だと思ってたんだけど、ギリギリ20代で、医療系の研究職。メールだとわりかし普通に会話できたので、当たり障りのない話をした末に、お休みの日に出かけましょう、と私が誘って、A さんのおすすめの場所に行きたいです、と言ってみたところ、なぜか寄生虫博物館に行くことになった。A さんは男子校、理系大、男ばかりの会社に就職だそうで、女性と二人で出かけるのは私が初めてだそう。お出かけ内容ははしょるけど、A さんは最後に寄生虫入りのキーホルダーをプレゼントしてくれた。もしよければまた一緒に、どこかに行きませんか?と耳を赤くしながら誘ってくれた。私ははい、また行きましょう、と答えた。理由は、寄生虫を見て回ってる時に聞かされたうんちくが、めちゃくちゃ面白かったから。それから、彼氏のメルアドは迷惑メールリストに入れて、電話も着拒した。ツーショットは送るの完全に忘れてた。元からそうすればよかっただろって話なんだけど、当初はちゃんと別れなきゃダメだ、と思い込んでいた。でもなんかどうでもよくなった。学内で会うことないしね。その後も A さんとは2週間に1度のペースで、科学系の展示館、古城、山奥で珍しい野草探し、ダイビングしてお魚観察など、いろんなところに出かけた。紆余曲折あった末、知り合って5年目に結婚した。ということで、私が最初に夫に連絡をしたのは、照れてドギマギしてる様がなんとなく気になったから、ではなく、元彼を幻滅させるエア新彼氏として手頃なおっさんだったから。これは絶対に誰にも言えないから墓場まで持っていく。こんなくっさいキモい文よく書けたね。同感。そもそも、こういうくっさいキモい自分語り忘れちだから。煽り、説教禁止。嵐は、しっかりスルーしましょう。結果的に夫と出会えたし、まあ元彼をフェードアウトして正解だったよね。元彼様。2018年11月22日。レス番号174、元彼由来。多いと思うけど、カード類の暗証番号が元彼の誕生日。車のナンバーは元彼の電話番号。息子の名前は元彼から1文字もらった。友達も元彼のことは知らないから絶対にバレない。元彼の娘の名前も自分の名前が1文字入っている。お互い結婚後も電話だけしていたけど、子供が小学生になった頃から連絡を取り合わなくなった。幸せだと良いな。こういうの好きだわ。2018年12月3日。レス番号177、燃えない。見合い結婚の私。初お見合いで現れたのは、そこそこのイケメン風の公務員。もちろん、写真その他である程度知ってたけど、現物は写真より良い。しかも当時は就職氷河期。逆に、なんで売れ残る?との疑問も。なかったけど、何か曰くつき?と思いつつも、30手前だったこともあり、受け入れた。まあでもなるほどね、というのも、女性経験が乏しい夫は上がりまくりの緊張しまくり。そこが売れ残った原因かなぁ。未だにそれ以外は出てきてないんだよね。
て、おまけに一つしたってのがちょい萌えってのはある。ただ私は打算的に、行き遅れないのと、公務員ってのに惹かれた。結婚してもほぼ1年ぐらいは、時たま夫は丁寧語や敬語が出たり、なんだかなぁ、と思いながらも、誠実だよね、って、のほほん。ただ、恋愛感情みたいなのはなし。夜生活も、求めてくれば応じたけど、我慢大会みたいな感じだった。そんな夫が、ストレスでホルモンバランスを崩した。部署によって違うだろうけど、公務員でもそうなることあるんだ。細マッチョだった夫は、ブクブクと太り、見るも無残に。身長175センチぐらいで体重60キロ台前半だったのが、ほんの数年で3桁近くになった。ところがそこで私が覚醒。醜く太った男性に性行為をされるのがむちゃくちゃ響いた。こんなに太っちゃって、とか思うのに、求められるとそれだけでもう。っていうか、夫が求めるよう画策しまくったっていうか、自分から求めるのもなーってのあったのね。その時は、今では夫も、ストレスを克服して平穏を取り戻した。健康が第一だとジムとかも行って、腹筋も見えるぐらいになった。結婚当初のそこそこイケてた風貌を、年相応に年季が入りつつ取り戻した。子供も二人でそこそこ幸せな生活してると思う。ただ、燃えないんだよねー。デブデブの夫に、重い、と感じながらもデブにやられてるって燃えまくってたのが懐かしい。子供二人も、結局夫がデブデブだった時の子なわけで、誰にも言えないや。2018年12月9日、レス番号179、種。娘の種、実はシュート。シュート2水うっかりの夫と違って、娘はシュート2のしっかり者。息子は夫遺伝のうっかり者。今日はシュートの3回忌。おじいちゃんっ子だった娘も今年は中学に入る。お父さん、しっかり見守ってよね。黒いね。合意の上で関係持って子供作ったの？それとシュートとはもともと知り合いだったの？合意の上で関係持って子供作ったの？いえ。あの人の子供を産みたくて、私が勝手に、です。それとシュートとはもともと知り合いだったの？いえ、普通に結婚のご挨拶で、夫の父として知り合いました。じゃあシュートのことが好きだったんだよね。詳しくしてよ。5日後。2018年12月14日、21時17分。すみません娘の進学でいろいろあって、来てませんでした。詳しくは、一応お答えします。シュートが好き、よりは、シュート目が好き、が先でした。シュート目は事故の障害あってシュートが半介護。迷惑だから同居はダメ。って言われながら、人格？介護ぐらいしますよって、同居前提で結婚です。うち、毒親で。結婚後にすぐ新婚旅行して、帰ってお土産渡したその晩、シュート目は亡くなりました。で、その後予定通り同居して、過剰書きします。結婚式後の新婚旅行直後にシュート目高い。要介護だった。49日後、シュートが倒れて入院。定年直前だったうと、あと半年、無理して勤めなくても良いんじゃない？って、退職。私はシュート目介護のつもりの退職だったので、手持ち無沙汰でパート。シュートも暇でパート。双方ファミレス系パートで、意気投合。私実家、実親が毒すぎて、私が優しいウト三丁を気に入り、理想のお父さん、素敵な男性になった。で、そういうことに、です。あ、説明不足で補足します。夫は結婚当時30代半ば。私は夫の元部下で、10歳下なんですね。義両親は、夫は、結婚無理だろう。と、夫本人も諦めてたそうです。女っ気が全然ない、ほんとオタク、よく来てくれる気になった。って、いやいやいや、私もオタクだし。おまけに毒父の門限攻撃とか、基本男性と付き合うこと全くなしっていう。結婚するってなって挨拶に行った時、姑に涙流して手を握られて、ありがとうありがとう。って、ほんと、気を使っていただいた姑さんでした。私がありがとうですよ、毒親から解放の結婚に賛成してくれて。生理的に無理。気持ち悪い。そうですか。普通に考えたらそうでしょうね。毒親は普通の感覚を殺してしまうんだなって、再確認です。今冷静に普通に考えたら、ないですね、私のところ行って。なんというかネタであってほしいくらい真っ黒。全くの他人じゃないから旦那もごまかせるかもね。頑張って墓まで持ってって。真っ黒、ですよねー。普通に考えて。でもなんでか、罪意識少ないんです。姑目を好きすぎて。ちなみに娘、息子もですが、夫にもある姑の顔周りの特徴が出てるんです。どう見ても、娘と息子は兄弟で夫の子供です。ほんと、墓場まで持っていかないとですよね。その大好きな姑を裏切っている自覚はあるの？あと、旦那に対する愛情とか、裏切っている申し訳なさとかは？説教とか煽りいらないから。2018年12月19日、レス番号196、盗撮。
高校の頃、ブックオフで立ち読みしてた時に盗撮してきたおっさんを、脅してお金を巻き上げたこと。読んでる途中でふっと視線を外したら、足元に気配を感じて、バッと振り向いたら知らないおっさんが足元にいて、携帯のカメラをこちらに向けていた。めちゃめちゃびっくりした私、とっさに足が出た。おっさんから、グフ、みたいな音がして咳込んでて、見下ろしながらふと、チャンスじゃね?と思ってしまった。そのおっさんのネクタイを掴んで持ち上げて、何やってたのおっさん、携帯の中身見せろよ。と圧をかけ、拒むそぶりを見せたら、私が大声出したらおっさん人生終わるじゃんどんまい。と笑って、中身を確認した上で、マジでキモいありえないしね。と罵り、大事にされたくないなら有り金全部置いてってよ。と煽った。おっさん、みるみるうちに顔色悪くなって、慌てて財布を取り出して渡してきた。中身は大したことなくて、数万円しかなかったけど、金欠だった私には十分長く。ありがとう、懲りたら二度とこんなことすんなよ、とだけ言ってすぐ店を出た。追ってくる気配もなかったから帰った。お金は友達とパーッと使った。黒ってよりちょっとグッジョブ。カツアゲは良くないけど。そのおっさん、捕まることなく盗撮の愚かさを学習できたわけだね。ネットや、それこそ古本でいくらでもそれ系入手できるだろうに、高い授業料ついたわけか。どまあ。犯罪自慢して何が楽しいの?同調するお前も同罪だよ。黒い話とガチ犯罪は似て非なるものだと思うの。2018年12月27日。レス番号198、旦那弟との関係。旦那の弟で楽しんでました。一応旦那との婚約前だけど、旦那がチムチの肉体派。旦那弟は儚げで、マジ血縁なの?って美少年。旦那弟が高校の時から、大学入った年の途中まで楽しみました。旦那との婚約前に、もうダメよって切ったけど。よいよねー、若い子って。こっちが若返る。旦那弟、やっと婚約したんで、記念書きこ。こいつバカなの?旦那と離婚できないヤバズレが自慢してると面白くない。お前らも気持ち悪いよ。2019年1月17日。レス番号207、500円玉。子供の頃、通学途中の横断歩道のアスファルトの中に、500円玉が埋まっているのを見つけて、そこを通るたびにほじくり出せないだろうか、といつも考えてた。でも、誰かに見られたら恥ずかしいし、信号の時間制限もあるから無理なのは分かってた。ある日、その辺にいつもいる不老者のおっさんが声をかけてきたんだけど、何言ってるのか意味不明で、気持ち悪いし臭いし、あっちに行ってほしくて、あそこに500円玉が埋まってるよ、と教えてあげた。そしたら確認しに行ったので、その隙に逃げた。それからしばらく経って、登校途中のその場所で、夜中に事故があったらしかった。不老者がぶっちぎりで跳ねられて亡くなったそうだ。それ聞いたとき、ああ、500円玉を夜中に掘り出そうとして跳ねられたんだな、と思った。何もかも確認したわけではないし、ただの憶測だけど、多分当たってると思う。しばらくの間、ふと一人殺してしまった、と心の修羅場だった。今となっては、そんなもん自己責任だろ、と思うが、なんとなく誰にも話してない。2019年1月20日、レス番号209、遠行生活。10代後半から20歳になる直前まで、遠行で生きてきたこと。小学高学年の時に母の不貞で両親離婚。父に引き取られたんだけど、母が不貞したのも父から逃げたかったかららしいが、父が猛毒中の猛毒で。部活は許さん、学校終わったら自営の店手伝え、中学出たら働け。もちろん、肉体的精神的暴力等あり、いろいろ重なって成績ズタボロだった。後に担任と学年主任が家庭訪問し、父を説得して進学を許してもらえて、なんとか上がった高校は、ほぼヤンキーかオタクかしかクラスにいなくて、一クラスに一人は有年生のいる底辺校。そこでも最下層の成績だし、ヤンキーでもオタクでもないただのネクラな私はヤンキーにたげられ、金が用意できないなら体売れ。と無理やり売りをさせられ書状を失う羽目に、それで多分何かが切れたのかもしれない。ある真冬の日、帰宅して家族の夕食を用意していると、父が、好きなおかずがない。とぶち切れ、私をフルボッコ。最終的に通学カバン一つ持たされ、出ていけ。と家を放り出された。暴力に関しては、麻痺していたのでほぼ何も思わなかったが、家を追い出されたのは初めてで、謝っても呼びかけても全く反応のない父に、どうしようか頭を悩ませていた。その時に、ふと立ち読みしたティーン誌の記事を思い出し、ああもう入れてもらえないなら、このまま出ていく方がいいな、とそのまま近所のバス停まで行き、財布に残っていた小銭で繁華街行きのバスに乗り込んだ。当時はテレクラブームで、公衆電話にはその手のチラシがペタペタ貼られていた時代。もう処女じゃないしいいや、とチラシを見て電話をかけ、待ち合わせたおじさんと一夜を共にした。
地味でネクラで大したことないルックスでも、JK というだけでそれなりの根がついた。それからもう家には帰らなかった。時折騙されたり報復にあったりしたけど、毎日電話をかけ続け、その日暮らしをしていた。値段は、ホテル代込みで1万5000円くらいって言えば即交渉成立したし、人によってはそれ以上くれる人もいた。他人と一晩一緒にいると、睡眠時間がそがれるのが嫌なので、電話の相手は帰るところのある家庭持ちの人限定にした。なんならラブホで毎日お風呂に入れるし、冷暖房の効いた部屋で柔らかい布団で眠れるので、家にいる時よりも快適だった。食費をかけなければある程度お金は貯まっていくので、生理の期間はそれを使い、ビジネスホテルを1週間借りて過ごした。そうした日々が3年近く続いたある日、約束して会った男性にもいつものように、親と喧嘩して家飛び出してきちゃった、一晩の宿と帰りの電車賃を、と交渉したら、それはいけない。僕が一緒に帰って親御さんに謝ってあげるよ。と余計なおせっかいをされ、強制送還されてこの生活は終わった。父も、3年近く帰らなかった娘になど愛想は尽きていたようで、食いぶちが減って助かった、これからは他人だ。と言われ、そこで親子の縁は終了。以降は寮のある風俗店に入店し、数年働いてお金を貯めて、小さいアパートを借りて一人暮らしを始めた。退店した後は、バイトをしながらのんびり趣味に生きていた。その趣味で出会った男性と一昨年結婚、子供も生まれた。父が亡くなったと風の噂に聞いたので、記念書き子。今の家族を大切にして幸せになってください。心から願ってます。2019年1月20日、レス番号215、ボコボコ。大学時代、元彼をボコボコにして KO したこと。イブに振られて、でもそれ計画的で、結局3またの3番目だったと知って、なのにビンタされたんで、です。夫は女性の暴力にトラウマあるんで、言えません。黒いとは思わないけど。旦那さんに向けての黒い過去なんでしょう。世間的には全然黒くないけどね。むしろやっちゃってブラボー、と思ったよ。2019年1月21日、レス番号218、風呂なしアパート。黒いというか、自分がやっぱり打算的だったな、と思ったこと。昔々、付き合っていた人がいた。30年以上昔の話。当時はバブルのちょっと前で景気も良かったから、学校卒業したら、誰もが普通に就職できていた時代。私が付き合っていた人は学生時代の同級生で、芸術系の活動をやっている人だった。仮に A さんとする。だけど、私が学校を卒業して普通に就職しても、A さんは芸術系の活動を続けていた。だから定職にはつかず、当時はそういう言い方をしていたが、アルバイターだった。私が就職して2、3年後に結婚話も出たのだけど、両親は大反対。ちゃんと正社員じゃない奴とは結婚させない。と両親とも言って、それ以外にも生活スタイルが違うから A さんとはすれ違いがちになって、お別れした。結局私は、上司が紹介してくれた同僚とその後結婚した。紆余曲折はいろいろあったけど、それなりに平凡な結婚生活で、子供もできて、無事に成長して就職した。最近になって、A さんの名前を新聞とかニュースで見る機会があった。A さんが続けている活動が認められて賞を取ったらしい。例えば映画関係だったら日本アカデミー賞を取ったとか、演劇だったら文化庁の賞を取ったとか、そういうものを想像してください。さらに SNS もあって、私は A さんの消息を知ることになった。誤解の内容に書き添えておくけど、わざわざ A さんを探したというわけではなく、今でも付き合いのある同級生から、A さんの新しい創作活動のフォローをして、という依頼もあり、A さんの近況が少しわかったってこと。で、A さんは、マスコミに名前は売れたけど、未だ風呂もないアパート住まいで、今やっているプロジェクトが成功したら風呂付きアパートに引っ越したい。って書き込みを見てしまった。なんかその書き込みを見た瞬間、やっぱりご縁はなかったんだな、としみじみ感じた。A さんのことは好きだったけど、彼の創作活動を支える妻にはなれなかったし、仮に結婚していたら、いい年して風呂なしアパート住まいのままだったのだろうか。絶対耐えられない。などなど思いが広がり、あの時結婚しなくてよかった、と、現金にも思ってしまった。もちろん、私じゃなく、支えてくれる奥様がいるから A さんも世間に認められるようになったんだし、そういう意味でも私じゃ A さんには合わなかったと思う。夫には A さんと付き合ってたことは言っていないし、これからも言うつもりはないけど、こんな黒いことを考えていると知られたくはないな。ここで吐き出してスッキリって、私も昔あったんで、スッキリしたら良いと思いますよ。2019年1月21日、レス番号219、好きすぎて。中学生の時に桑田圭介が好きすぎて、偶然外で出会った時、処女もらってくださいって言ったこと。桑田圭介は苦笑いして、そんなこと言うもんじゃないよ。と言われた。
今思い出すと顔から火が出る。桑田圭介さん本当にごめんなさい。わろた。頭悪すぎる。さすがに面と向かってではないけどファンレターで、処女だからエッチするの怖いけど、つんくさん相手だったら大丈夫って書いた。中学から高校までおかずはつんくだった。2019年1月24日。レス番号222、略奪。と不倫で略奪したこと。彼氏が前の奥さんと婚約中から4年くらい関係を持ってて、別れたりくっついたりしながら、最後奥様にマンションまで乗り込まれました。火災で慰謝料は数百万払っています。悪いのは、奥さんの不妊治療が離婚事由だ。と周りに言い訳してること。実際に不妊治療が彼にとって負担だったみたいで、絶対に子供が欲しい。という奥様と、子供は欲しいけど授かり物。と思ってる彼との間に温度差はあったみたいです。因果応報かもわかりませんが、結婚する前彼との子供を流産してしまったので、私たちはもう自然に任せたいと思ってます。2019年1月26日、レス番号227、封書。昔、友人 A 子のお兄さんと付き合っていた。付き合っていることは、なんとなく A 子には内緒にしてた。ある時、結婚してまだ2年の彼の先輩が離婚したことを聞いた。その理由ってのが、奥さんが過去に堕胎してたことがバレたんだとか。その時に彼が、堕胎って言っても事情にもよると思うけどな。どうしようもなくて仕方なくってこともあるんだろうし。妹だってさ。と口を滑らせて、慌てて、知ってただろ?と聞いてきた。全然知らなかったけど、その時、うん、と答えてしまった。しかも、あの時は仕方なかったよね。って。そう、誘導尋問。詳細が知りたくて。そしたら彼が、さすがに高校生でこう産むわけにいかないし。って、そうだね、で、その話は終了。じっとか聞かなかったけど、言われてみれば高3の秋に様子がかなりおかしくて、しばらく学校休んだ時期があった。てっきり、当時付き合ってた他校の男子と別れたショックだと思ってたけど、そういうことか、と納得。それからしばらく経って、彼に好きな女性ができて別れた。結婚を夢見てたからすごくショックだった。けど、もっとショックだったのが、彼が A 子に、実は私と付き合ってたけど別れたってことをバラしたらしくて、A 子から、全然知らなかったよ。でも別れてよかった。って言われた。そのまま結婚なんてことになったらショックだったなぁ。って、やっぱり結婚、私子より先にしたいじゃん。とも言われた。彼に振られたことに加えて、その言葉もショックで A 子とはフェードアウトした。それから1年ぐらい経って、A 子が婚約したことを別の友人から聞いた。相手の男性は、クラス会で再会した中学時代の同級生だそうだ。だったら自宅を知ってる。婚約者の自宅に封書を投函した。お母様へって、A 子が高校生の時に妊娠し、堕胎したことをご存知ですか?と書いた。破談になった。いつか罰が当たるかな、と思いながら、あれからもう20年ぐらい経つけど、高収入の旦那と二人の子供と両乙女に恵まれている。A 子は未婚のままだし、コンビニバイトの日々。世の中って案外こんなものかも、と思う今日この頃。まあ、一寸先は闇だけどね。自業自得ですよ。2019年1月28日。レス番号232、上司&略奪婚。10年前新卒の頃、しつこく言い寄られて30歳上の上司と付き合ってた。直属ではないけど、結婚した旦那の上司に当たる人。向こうももうすぐ退職だし、負い目あるみたいだから一生バラさないと思う。これは、旦那には墓場まで持っていくやつ。旦那とは略奪婚。九段の上司から、一緒になれない。って言われ続けたから、常々良いな、と思ってた婚約者のいる一歳上の先輩と不倫。乗り換えて5年くらい付き合って、結果離婚させました。バレて両家で話し合い、慰謝料払いました、旦那が。義実家では馴染めない上に、旦那を悪く言う元奥さんや向こうの実家が悪者になってるみたいで、私は誰にも責められずお金も払わず、義家族とっても仲良くしてもらってます。元妻と結婚する前からずっと付き合ってたのは、義実家には内緒で持っていく、墓場です。うひゃ。ひどかったんですよ。元嫁の友達招いた時旦那が気を使って皿洗いしたら、ありがとうより先に、ガチャガチャうるさい。とか、お腹痛くてトイレに引きこもってる時も、うつさんでね。って言い放って、実家帰って面倒見なかったり、慰謝料はきっちり取ってきたけどムカつきしかないです。子供いなくてよかった。2019年1月26日、レス番号225、アボン。すいません、前スレの300です。元母の連れ子再婚先で、あっちの連れ子に玩具にされて逃げ出したものです。書かせてください。ちょっとっていうかかなり寄ってますが、まとめでビッチとか書かれて落ち込んだりもして、もう書かないって思ってましたけど、もう、とうとう、元岐阜。
あの書き込み当時のクソ父がですね。アボンテー。キャハーン。糖尿とかなんか、いろいろ元からあったらしいけど、とにかくどうでもよい。ほんとザマープゲラ。聞いた時ガッツポーズしちゃった。ある意味私、壊れてるかも。でもクソ父消えたの嬉しすぎて。えらく機嫌が良いね。って言った夫に、あいつが死んだのって言いそうに。私を生産したあの女が接触してきたんですが、結構言いたいことぶちかましました。いやー、こうザマーが続くと、神様っているんだなーって思ったり。夫の出張中ですが、もう本気で祝杯で酔っ払いですよ。あはは。人が死んで、その度に喜んでるって基地だろうけど、喜ばずにいられません。あっははは。ザマー。あはは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 。あれでも、前すれ見たら、2016年なんですね。去年と思ってました。やっぱ私、壊れてるっぽいですね。失礼しました。225さん、覚えてます。あの時は体震えました。なんと言ってよいやらですが、あなたが悪いってことは絶対ないですよ。心安らかにを祈るだけです。ありがとうございます。でもあの書き込みからまさか2年以上経ってるって。私何やってんのって。でもほんと、声がけありがとうございました。読んだけど凄まじいね。その間違えたことって良い方に取ろうよ。それだけあなたが関心なくなるぐらい今幸せだって。去年、一昨年、ああ間違えた、あははは。って。レス番号300の、以前の書き込みを紹介。ここからの書き込みは、黒い過去スレ第33弾で紹介したものになります。2年前。2016年10月29日。レス番号300、セルフアボン。せっかくなので私も、旦那が、友達と釣りに行く。とかで出て行ったので、吐き出し。血のつながらない元兄、イゴクソ、がセルフアボンした、ザマー。父に、血縁上の母、イゴあの女で、というだけの最低女から連絡があったんだと。奴らに私の連絡先は教えてないからね。父から聞いた後、嬉しさのあまり小躍りしてしまったよ。私は小6から中3まで、実の父に引き取られるまで、あの女と再婚した男、イゴクソ父で、の息子であるクソに、ひどい目に遭ってた。言葉選ばないで言えば、強姦され続けてた。私を犠牲にしたあの女は絶対に許せない。クソ第一で私を、単なる道具で当然。と言いやがった、クソ父も絶対に、つや葬式はぁ、何それ、生ゴミ収集日に、ゴミ捨て場に普通参列するしないしない。絶対しない。クソがせっかく消えたんだ。クソ父もあの女も、消えてなくなれ。旦那にはそんな過去伝えてない。とてもじゃないけど言えないよ。思い出したくもないだろうが、今後のために状況だけは把握しとけ。と前置きした上で父が教えてくれた。クソがセルフアボンした。ツヤと葬儀の日時と場所を私に知らせてくれ。とあの女が連絡してきた。クソ父は定年退職して体を壊しているらしい。改めて謝罪したいし今後のことも話したい。介護だか援助だかの要求するつもりだろうと、父の憶測付きで教えてくれた。言われるまでもなく、そう思った。あんなクソ一家ならやりかねん。いや、絶対そうだ。以前は、奴らの状況を教えてくれる友人からの情報で多少は知ってた。友人が嫁いでからは情報入らなかったので、まあ確かに状況把握できてよかったかも。父に行かなくてよいよねと聞いたら、もちろんだ。と、そりゃそうだ。で、喜びを噛みしめながら小躍りして喜んだわけ。クソ父よ。あれだけ入れ上げた自慢の息子が、なんともご愁傷様だねー。慎んでお喜び申し上げますってね。何よりあの女。さぞかし感慨無量だろうよ。真剣に躍起になった娘、私をクソの供物にしたんだもんね。挙句がこの結果、どんな気持ち？あはは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 は。は。もう一回言うわ。ザマー、プゲラ。ちなみに父に確認。行く必要ないよね？と、もちろん月だったので、何か強烈な伝言を頼みたかったので、一旦電話切った。恨みつらみ、言いたいことがありすぎて、一生懸命考えた。考えた挙句、それが何か？にした。父は言葉に詰まってたけど、伝えてくれたんだって。今後つまらない連絡するな。で、父の言葉プラスで、お父さん、私的にはほんとグッジョブ、ありがとう。黒くないと思うけど、とにもかくにもセルフアボンおめでとう。お父様もグッジョブだわ。参列どころか祝杯あげてもいいくらいだわ。ありがとう。旦那いないけど、マジ一人祝杯中です。これ、旦那が釣った魚でお刺身でも煮付けでもして、盛大に祝いたい。けど、内容が内容で、できないし。でも、祝わないでいられないんです。ちなみに連絡あったのは昨日だけどね。通夜当日の今日、父に連絡頼みました。旦那が出かけてすぐに、父からの電話であの女、言葉詰まらせて不事故ってたって。でも父の、仮にも海の親のくせに、腹を痛めて産んだ娘を殴ったクソの方が大事か。式に出ろ。娘が許してるとでも思ってるなら、見下げ果てた人でなしだな。で、言葉でなくなったって。黙ってるから、
許されたと思う前に、お前は娘に謝罪、一言でもしたのか？そしたら、すみません。って切ったって、実際あの女からは何の謝罪もされてないんだけど、おい、もう少し謝罪の言葉ないか？ほんとろくでなしのクソ女め。苦しんで死ね。父は自宅電話でなく、わざわざ携帯からかけて教えてくれました。ああ、ビールーマー。マジオツ、お疲れさん。わざわざ携帯からっつうのはどういうこと？説明ややこしいかもしれません。父は、再婚したんです。私を引き取ってくれて、少ししたぐらいに。本当は、私を引き取ってくれる前からお付き合いあったそうなんですけど、私的には本当に優しい、この人がお母さんです。実はお母さんには、虐待を受けてたぐらいで、あまり詳しいこと話してなくて、今は、私も結婚して別居ですから、家電からかけられると、必然的にお母さんに色々情報が漏れます。お母さんは大好きですが、知られたくないし、それに、旦那にも言ってないから、旦那も、あの女とは虐待が元で絶縁してると認識している程度なんで、父に、あいつら関係は、お母さんにも旦那にも関わってもらいたくないと言ってますし、父もそう思っているとのことです。だから、二人に聞かれることがないよう、気を利かせて携帯でかけてくれたんだと思います。祝杯ついでに、厄払いに、いつか書こうと書き溜めてたので、この機会にさらしたいので、すみません。一応、胸クソ注意です。ほぼフェイクなしで、両親が、性格の不一致で離婚。浮気とかはなかったと聞いた。で、血縁上の母とやら、以後あの女で、に引き取られ、やがてあの女は再婚。あの女と再婚したクソ父もバツイチ子あり、それが小6の時だったが、このクソに、犯された。クソは頭は良かったらしく、県内トップクラスの高校にいた。クソ父自慢の息子で、クソ父はクソに甘々。逆に私は、あの女に何か仕方なくついてきた無用なおまけってとこだったんだろう。クソ父は多分、自分の性欲処理とか政府代わりに母と結婚したと思う。私に愛情のかけらもくれなかったよ。クソ父は、あの女も、離婚したは良いけど生活はいっぱいいっぱい、にも満たなかったし、生活のためってところが大きかったんだろう。お互い妥協で再婚したんだと思う。クソはロリオタで、生活力も資料もない小学生だった私は、格好の餌食だった。同居当初から、親たちに隠れて触る、抱きつくという感じでたまらなかった。友達に兄がこんなで気持ち悪いと相談したら、他人がいたら大丈夫じゃない？との提案をくれ、その友達が家に来てくれたけど、その友達にまでセクハラしようとして、慌てて逃がしたことがあった。その数日後、犯されたんだ。まだ生理も来てない時に。それからはもう、学校から帰ると、リーマンのクソ父は当然のこと、あの女もパートでいなく、クソが好き放題に私をもてあそんだ。ノーマルじゃない関係だと自覚があった分、当時はまだ母と思っていたあの女にも相談できず、毎日ただ我慢して隠して泣いていた。クソもクソ父同様、私に優しい言葉の一つかけるでもなく、ストレス解消とロリ趣味満足のための道具にしか見てなかった。学校から帰ったらすぐに裸にされ、あの女が帰る時間まで、本当に好き放題しやがった。最初なんか生理始まってないの良いことに、あったんだ、吐きたくなる。そして私に脅しで口止め。追い出されたくなかったら黙ってろ。子供一人で生きていけない。施設に行ったら一生日の目を見ない。などと、あいつらが帰る時間ぐらいには服を着るよう命令してきた。あは、書き溜めを貼り付けるだけなのに、胸クソで久々に吐いてました。続きです。クソが大学受験失敗してからは、本当にひどかった。予備校サボって私に学校を休ませて一日おもちゃにしたり、それが引き金で、学校から連絡、両親が知ることに、その時のクソ父の言葉、息子が飛躍するためだからそのポジションに甘んじろ。それぐらい役に立て。的な。要は、クソの性欲処理&ストレス解消におもちゃになれと言いやがった。あの女は何か言いかけたけどすぐに黙った。それどころか、もしかのために、ピルを。でさ、ねえよ、なんだよそれ。この時の絶望感は例えがたいな。未だに手が震えるよ。クソは当然という顔をした。絶望して、泣いて暮らした。泣いても、クソにやられてた。当たり前のような顔をしたクソに、毎日毎日、未だに涙出てくる。さらに続き、最後です。泣いてる場合じゃないと気づいて、例のセクハラされかけた友達に、逃げたいと言った。クソを私ごと嫌うことを奇跡的にしなかった友達は、親身になってくれた。逃げるところは確保できたのか、と、どこかないのか、と、その相談で、離婚した父のことを思い出させてくれた。ほんと、今私がこうして生きていられるのって彼女のおかげだ。感謝してもしきれない。で、相談したその日、学校が終わるとすぐに家に帰って、台所の引き出しからありったけのお金を掴んだよ。騒いでるクソを尻目に、あの女のパート先に押しかけ、父の連絡先を聞き出した。
あの女は渋ったけど、ここで自殺してやると、そこにあったハサミを喉に構えたら、慌てて携帯出して教えようとしやがったので、携帯奪ってダッシュで逃げてそのまま父に出る。繋がった途端に、お父さん助けて、お父さん助けてを繰り返してね。いろいろあったけど、父が本気で対応してくれて、そのまま父のところに逃げ込んだ。基本、私お父さんっ子だったんだもん。でもそれすら思い出せない環境だったんだよね。ほんとマジで友達には感謝。ここ見てないだろうけど、あなたのおかげです。ありがとう。で、なんとか父に養ってもらうようになったとさ。以上です。はぁ、すみません。本気で吐き出して少しすっきりしました。誰にも言えず、でも誰かに言いたかったんです。自分勝手ですみません。筆舌に尽くしがたいっていうかそれ国内の話？そのお兄さんとかお父さんとか日本人なんだろうか？でもよく結婚とかできるまで立ち直ったね。私なら自殺してたかも。男性不信にならなかった？そんなわけないよね。すごく胸クソだったけどスッキリされたなら良かったです。実のお父さんとご友人にグッジョブ。脱出オツでした。グッジョブ&オツ、ありがとうございます。父にはもちろん大感謝なんですが、本当に友人に感謝です。新しいのがダメなら、古いのとか？このヒントがなければ、抜け出そうとしなかったでしょうし、壊れるか自殺してた気がします。それと、もちろん国内です。クソたちは、日本人だと思います。少なくとも顔つきや話し方は、立ち直りと男性不信は、そうですね。父が再婚した時、弟ができて、また男の連れ子って警戒したんですが、すごく慕ってくれて、男性不信の解消に弟の存在は大きいです。立ち直りには、弟もそうですが、お母さんの影響が大きいです。フラッシュバック起こすと、大丈夫だから、って、ゆっと抱きしめてくれたお母さん。誰が何と言っても、私のお母さんは、あのお母さんだけなんです。確かに黒いというか、言いたくない過去でしょうね。フラッシュバックは大変だったでしょう。下世話ですが、夫婦の営みは大丈夫ですか？一番フラッシュバック来そうですけど。というのも、私は昔性暴力にあって男性不信が続きました。夫には伝えてないため結婚後行為が苦痛でした。それが原因で夫婦仲も気まずくなってたことがありますので、私の黒歴史というか、言いたくない過去ですが、自分語り失礼しました。311の、これからの幸福をお祈りいたします。むしろ、お配りしてないし羨ましい。渡りに船で良いではないか。ご心配ありがとうです。そちらも大変でしたね。夫婦間の方ですが結論言えば、大丈夫でした。フラッシュバックはきつかったです。でもその度、お母さんが抱きしめて頭撫でてくれてたんですが、これを弟が冗談半分で真似始めて、癖になったのか弟が高校生まで続けたんです。これが幸いしたんでしょう。男性不信がゆっくり瓦解した、というか、旦那には、まだお付き合いの頃お母さんや弟が頭撫でてくれるって言ったら撫でるようになって、頭撫でが当たり前になった頃、ボディタッチも増えて、やがてそういうことになったんですね。はじめフラバ出たらと緊張したけど、そんなことなくて、まず匂いが、クソは、本当に嫌な匂いを出してました。個人特有プラス不潔で、気分悪くなるような。それと、痛みと恐怖と屈辱でしかなかったクソと全く違ったからでしょう。叩かれない、罵られない、縛られない、道具扱いしない。何より終わった後もずっと頭撫でとキスと言葉をくれて、その気遣いが染み入ったんです。フラバとは逆に、愛されてる、大事にされてるって、しばらくは行為の度に嬉し泣きでした。旦那、そっちは大好きなので、フラバなくて本当に良かったですよ。実はまだ新婚1年経ってません。すいません、もうさすがにすれ違いですね。長々失礼しました。本当に、吐き出してすっきりしました。ありがとうございました。国内でって、なんかもうゼックっていうかネタですか？みたいな。母親もクソだねー。真剣に悪気になった娘、私をクソの供物にしたんだもんね。歓喜した。本当これネタであってほしい。そしたら地獄見た少女もいなかった。ネタじゃなかったら314が幸せつかめてよかったとしとくわ。叩かれない、罵られない、縛られない、道具扱いしない。本当に大変でしたね。なのに私にまで気遣いいただいて、涙出ました。今後のあなたの幸福、真剣にお祈りいたします。314ですっきりしましたって言ったのに、また出てすみません。その真剣関係、だからあの女を許せないんです。父は、真剣が取れなかったせいだ。すまん。って、泣きながら謝ってくれました。よくにちゃんまとめでも見るけど、真剣が基本母親にってのはやめてほしい。後先考えず真剣取って、結局子供を危険にさらした鬼畜があの女。保身しか考えないあの女が真剣取ったせいで、私は地獄を見たんだよ。でもそれだけじゃない。あの女のせいで、どれだけ父が傷ついたんだ？と、父は争ってくれたんです、真剣を。なのに、父から奪った真剣を、私を、あの女は保身のために供物にしたんです。人外の下道女め、マジで死んで償え、消え失せろ。すいません、ヒートアップしました。312さんですね。
いえ、こちらこそ。何度も幸せ祈っていただいて、ありがとうございます。316さんにも幸福をお祈りいたします。それではほんと、失礼しました。皆様に幸をおかれ。